お疲れ様。お疲れ。え、どうしたの？なんで呼び出されたか分かってない。あ、いやでも多分遅刻のことだよね。うん。いや本当にごめん、本当ごめん。何回すんのマジ。いやマジで、でも、うん、今日のは本当にごめん。うん、いやいや、でもね、ちょっと待って、違う、本当に違う、バイトで行った時に、うん、そのなんていうの、インフルエンザの子が出ちゃったらしくて、うんうん、もうしょうがなく出たの今日のは。え、何？今日のはほん、うん、そうそうなの。インフルエンザの子がいて、なんでお前。いやでもごめん、うん、あのね、リーダーの子にね、私連絡したのね、うん、そしたらそのリーダーの子多分携帯忘れてて言えなかったみたいな、さっき言われて。私、え、何、連絡したの？連絡した。本当にごめん、本当に来てないよ。いや、そうだから、その子が携帯忘れちゃってるから峰くんに多分言ってないんだと思う。マジで？いやでもさ、じゃあ本当にごめん、ちょっと待って、本当にごめん。まあそうだな。いやマジで、1ヶ月のその多分ね、遅刻料すごいと思うんだけど、うん、いやもう本当にどうにかしようと思って、もう心機一転でこれから頑張ろうって。いや先週のさ、そうなのよ。でもめっちゃごめん、部会でさ、ちょっと待って、うん、そう、部活のその中でも、うん、いや私、ね、もういろんな人と喋って、もう絶対言おうって、絶対遅刻するってみんなでさ、そう、みんなで語られたじゃん、うん、そう、うん、それで私も絶対遅刻しないとこうって思って、うん、で決めたのにもかからず、今日のは私休もうとも思ったの正直、うんうん、遅刻がね良くないし、みんなのは乱すから絶対休もうとも思ったんだけど、うん、いや違うって思って、うん、少しでも行け、少しでも違う、聞いて、全国行こうって言って、あのね、ちょっと少しでも行けるんだったら、うん、もう絶対行こうって思ったの、うん、みんなで全国取りたいから、うん、私だって、うん、でそれはミネ君に私は言おうと思ってきたの、うん、今日ミネ君に呼び出された時 に、うん、多分遅刻のこと言われるだろうなって思ったけど、うん、その時に、いやそう、そう、全部ミネ君のその通りなんだけど、うん、私がミネ君にそれ伝えたいなと思ってきたの、うん、でそうなの、ミネ君の全部ミネ君の言う通り、本当に私が1週間前みんなに決めたにかかわらず、決めた今日、今日なの、連絡来てないし、で違う、連絡は違う、私じゃないの、連絡は私じゃないの、そのリーダーの子ができなかったから、もうマジこれだけをやって、もう本当に、いや違う、でも私だって、うん、あのさ、いや本当その通り、3日前ぐらいから、うん、なんか超時間ちょうどに来たりとか、ずっとなんか5分遅れとかずっと続いたじゃん、何ちょっと、おい、いや脱ぐ、何してんの、なんで、で、なんだっけ、いや遅刻、うん、え、なにこれだけは言わせてって、なんだっけ、いや、遅刻しないようにして、うん、え、それだけ、うん、え、もっと言いたそうじゃなかった、いや気をつけよう、うん、いやマジで気をつけよう、うん、お互い、俺も気をつけば、あ、ミネ君もね、うん、確かにお互い気をつけよう、それは、うん、あんまりね、なんで脱いだの、来て、うん、来て、うん、あ、うん、上も、うん、いや、うん、いやでもさ、さすがに3日前ぐらいから続いてたし、ね、今日はさ、さすがに連絡なんか絶対来るみたいに言ってるじゃないから、でも気をつけろ、うん、そういうの、え、マジで気をつける、本当に、今年はマジ全国行きたい、いや全国行きたい、私も、うん、全国本当に行こう、頑張ろうな、うん。